尾崎里沙選手に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あ、はい、食べ物に置き換えて歌いみたいな、はいはいはい、あれが大好きです。わかりますよね。よし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 、初対面でもうだいぶ距離縮まってた。たまに絵描いたり。絵描きます。絵描いたりとか。本当ですか。はい、あとはちょっとピアノ弾いたりとか。マジですか。一緒にあそこにいるプリンスっていう人が絵描くのすごい上手なんです。あ、そうですか。はい、八王子のバンクシーって言われてる。あ、ごめんなさい。違うんですよ、私いつもボケ殺しって言われる。特に約束もしてなかったから。今日尾崎さんラケットバッグないんですよ。今日は特別に尾崎さんのちょっと私物をね見ていただこうと。いいんですか。はい、ちょっとしたやつを用意していただきました。振りがでかかった。周り打っているのであれなんですけど、本日特別ゲストで尾崎里沙選手に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。尾崎さん YouTube ってご覧になられたりしますか。はい、どういうのご覧になりますか。お笑いですか。あ、お笑い。ちなみに好きなお笑い芸人ですか。特定の人とかもないんですけど、最近ハマってるのはなんか、はいはいはい、動画のが結構上がってくるなとか。いや、僕と一緒なんですけど。そうですか。僕がめっちゃハマったのが、なんかの音楽がいきなり流れて、それを替え歌で、はい、食べ物に置き換えて歌いみたいな、はいはいはい、あれが大好き。わかりますよね。よし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 。初対面でもだいぶ距離縮まってます、まあ、今年はコロナでいろいろ大変だったと思うんですけど、今までだと違う過ごし方が多かったと思うんですけど、尾崎さんはどういう風に過ごされてるんですか。でも練習とかできないので、まあ練習するしかないんですけど、最近練習ばっかりしてくるやつもあるし、ちょっと違うことしようかなと思って、トレーニングがボルダリングやったりとか。マジっすか、はい、結構それにハマってます。ボルダリングやってなんかこう実際に変わったっていうような体感はありますか。あ、すごいトレーニングになるんです。体幹のトレーニングにもなるし、結構腕で上げちゃう人もいるんですけど、はい、結構使って上がらないというか、そう、後ろのトレーニングにもなっていくんだ。で、今年少ししか試合は出られてますけど、初め、私も初め。そうですよね。後半はもう、なんか怪我とか特にされてないんですか。腰をちょっと昨年末から痛めてて、ちょっと、年明けに悪化して、はい、まあ、そうなんです、ね、うん、なるほど。例えば僕のイメージなんですけど、尾崎さんってやっぱ印象的なのが、2017年のマイアミで予選からベスト16まで、はい、行かれた時やってたんです、はい、あの時はうわーやっぱ強いなって思ってで、なんかそこからやっぱこう自分の中でも葛藤がすごいあったと思うんですけど、今こう現状どういう形で自分のテニスを受け入れられてるんですか。そうですね、その2017年、18年とかはやっぱり狭い世界の中でいるっていうか、自分の視野が狭くなっちゃって、あんまり、リフレッシュもできてなかったし、テニスのことを考えるっていうのが、もうなんか自分の心の流れみたいな、自分のことばっかり考えてしまってたんですけど。テニスから離れるというか、ちょっと時間を置いたりとか、練習が自分の他のことをやるようになって、外から自分のことを見ると、なんて言ったらいいか分かんないんですけど、なるほど、はい、まあ、ちょっとテニスから離れて、まあ、ちょっと違う考え方もなったり、はい、ね、はい、そういう感じです、はい、ありがとうございます。そのテニスから離れた時、例えば趣味とか、はい、どういうことをお好みなんですか。そうですね、たまに絵描いたりとか。絵描きます。絵描いたりとか。本当ですか。はい、あとはちょっとピアノ弾いたりとか。マジですか。ピアノ6年、7、8年だって、小学校前から。あ、本当ですか。なので、その辺に行ったりとかですね。一緒にあそこにいるプリンスって人が絵描くのすごい上手なんですよ。はい、八王子のバンクシーって呼ばれてる。八王子の、あ、ごめんなさい、これ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 
ロッキーが笑わないと。いや、俺もう意味わかんない。意味わかんなかったんですよ。もう一回戻り直します。違うんですよ。私いつもボケ殺しって言われる。もうじゃあプリンスのあれはいいな。ちなみに尾崎さんの今拠点はどちら？拠点が東京、神奈川です。あ、その辺りなの。そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ、あ、そっか。いつもあとね、このインタビューで、ラケットバッグの中を見てたんですよ、選手の。ただ今日ですね、いきなりもう決まっちゃって、インタビューが。で、特に約束もしてなかったから、今日、尾崎さん、ラケットバッグないんですよ。なんですけど、今日は特別に、尾崎さんのちょっと私物をね、見ていただこうと。いいんですか？はい、ちょっとしたやつを用意していただきました。振りがでかかった。なんで今日は尾崎さんのいつも使用されている財布を外からですけど、はい、尾崎さんどういう財布を？かわいらしい。これはめっちゃシンプル。ブランド忘れちゃった。スロー。もう3年ぐらい使っちゃってます。あ、本当ですか？皮だとね、味が出てきます。そうですね。いいですね。なんか前は長財布だったんですけど、はい、ちょっと大きすぎて邪魔だなと思って。今ちょうど僕それですね。あ、本当ですか？なんか入らないし、バッグになかなか。ちょっとちっちゃいのにしようと思って。可愛いですね。すごい。すいません、なんか本当は中身見たいんだけどね。中身見たらこれなっちゃうから。すいません、まずはよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと最後になってしまうんですけど、はい、もう早くな。尾崎さん、じゃあちょっと今後の目標などをちょっと語っていただいていいですか？はい。カメラ撮るんですか？目標、そうです。ちょっと今はやっぱりコロナもあって、どういうスケジュールになるかっていうのがわからないので、あれなんですけど、とにかく今はフレッシュな気持ちでできているので、その気持ちを忘れずに試合に向けてしっかりと作っていけたらいいなと思います。わかりました。ありがとうございます。お時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。